まず夏子っていう役が私の今までの話を共同監督の一人の片山さんが中心になって作ってくださったのが夏子っていうキャラクターで、脚本読んで最初に夏子見て、あ、私だって思ったのと一緒に思ったけど、でもなんかなんだろうな、結構わかんないシーンが多くって、なんでこういう行動してるんだろうって思うことが何個かあって、で片山さんにそのわかんないとこあるんですみたいな感じで相談させてもらった時に、なんかやってみてわかるところもあると思うよって言ってくださったから、あ、じゃあまずは撮影してそこから考えてもいいかと思って、不安が大きかったんで、なんかちょっとそれを聞いて安心しました。お芝居入る前に監督お二人がなんか思ってることをやってくださったらいいっておっしゃってくださって、なんか脚本に書いててもなんか違うなって思ったらそれしなくていいしみたいなことを言ってくださってたので、じゃあ逆に台本やればいいってわけじゃないから、ちゃんと自分が本当に思ったことをそのまま出さなきゃいけないっていうのがあったから、いろいろ嫌なこと言われても笑ってごまかしちゃったりとかするので、ちゃんと逃げずに向き合って、でそこから生まれたものでを表現しようって決めてたので、だったからこそ多分よりリアルになったし、なんか作品は監督のものだって思っていたので、なんかこんなに私の気持ちを出していいんだと思って、見てすごい意外だったのが、なんか撮影期間中がなんか自分と本当に向き合い続けた1週間で撮ったんですけど、たのですごいしんどくて、なんかやっぱ自分と向き合うってめっちゃきついなと思って、なんかでも今回の作品撮ってて、なんか芝居をしたって感覚は一つもなくて、恋人役の共同監督の一人の片山さんがバーの横山っていう役を演じてて、その人と恋人関係にあって、そこからいろいろ関係が変わっていきつつ変わっていっちゃうみたいな、横山さんとのシーンが結構きつかったです。自分の感情をバーって言うところとかもあるんですけど、普段あんま言えなくて嫌だなって思うとかめっちゃあるから、なんかずっと溜め込んでたんですけど、なんかそれを人にバーって言うのがなんかすごいきつかった。なんかいざこうやって見てみたら、なんかすごい前向きになれたっていうか、なんかこの作品を通じて自分すごい、それまでは結構自分に対してネガティブな感情を持つことが多かったし、あんまり自分のこと肯定できなかったんですけど、作品に出てそんなに自分のこと嫌いじゃなかったんだなっていうのも気づけたし、自分のこと大切にしたいなって思って、もうすでに関西の方では上映がさせていただいたんですけど、しんどかったっておっしゃる方もいらっしゃるし、なんか夏子の気持ちすごい分かったって言ってくださった方も、背中を押してもらえたみたいな、結構共感したって言ってくださった方がいて、それはすごい嬉しいなと思って。元町が舞台になってるけど、元町も実際自分が普通に過ごしてる場所だから、なんだろう、日常みたいな、日常を切り取ってるみたいな感じなので、いつも普段行ってるところで撮ってるので、ちょっと恥ずかしいみたいな部分もありつつ、普段ここ住んでる町なんですけど、でもなんかスクリーンで見て、あれこんなに綺麗だったっけって思って、改めて素敵な街なんだなと思って。バダカっていう作品は自分と向き合う機会を与えてくださって、自分に対して前向きな感情を見つけることができた、なんか自分にとってすごい自分を変えてくれた大切な作品で、なんか見てくださった方がちょっとでもなんか自分と向き合う、自分のことを考えるなんかきっかけになればすごい嬉しいなっていう風に思います。ぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。